画像編集はデジタル写真や銀塩写真やイラストレーションなどの画像を変化させる過程を指す。デジタルスキャナーとデジタルカメラが主流になる以前は写真画像編集はエアブラシなどの道具で修正を施したり絵筆などでイラストレーションを修正するのが一般的だった。しかしデジタル画像が登場しアナログでの画像編集はほとんど使われなくなってきている。 グラフィックソフトウェアには、ベクトル画像を扱うドローソフト、ビットマップ画像を扱うペイントソフト、3次元コンピュータグラフィックス用のモデラーなどがあり、画像を操作、修正、変換するのに使われる。画像編集ソフトウェアは、コンピュータアートなどの芸術にも利用されている。ビットマップ画像は画像を格子状に並べたものであり、コンピュータに格納される。ピクセルには、色や、 輝度の情報が含まれる画像エディタはピクセルを操作して画像を様々に変化させる。画像エディタに備わっているアルゴリズムによりピクセルを複数まとめて扱うこともできるし個々に操作することもできる。本項目では主にビットマップ画像編集について解説する。一方、ドローツールはベクトル画像の生成、編集に使われる。ベクトル画像はピクセルではなく 直線やベジェ曲線、テキストなどの形で格納される。ベクトル画像をビットマップ化するのは逆よりも容易である。ビットマップ画像のベクトル化はコンピュータビジョンの研究テーマの一つとなっている。ベクトル画像は編集が容易で任意の解像度のビットマップ画像に変換可能である。一方、ビットマップ画像も拡大、縮小は可能ではあるが、整数倍率の縮小でない限り、 その操作には何らかの推論が含まれている。デジタルカメラの普及とともに画像編集ソフトウェアも一般化した。主なソフトウェアを一家に列挙する。多くの画像ファイルフォーマットではデータ圧縮技術を使ってファイルサイズを削減している。画像圧縮はデジタルカメラでも行えるし、コンピュータ上でも行える。例えば JPEG 形式の画像はすでに圧縮されている。 画像を圧縮する際には圧縮率が設定可能であることが多い。PNG 形式などで使われている圧縮アルゴリズムでは情報が失われないため圧縮前の状態に戻すことができる。JPEG 形式では非可逆圧縮アルゴリズムが使われている。後者は圧縮率が高いが情報が失われるため画像の細部の品質が劣化する。JPEG 形式では 人間の脳や目に関する知識を応用して、この劣化が目立たないよう考慮している。以下に列挙したものは、画像編集ソフトウェアが持つ主な機能である。すべてが列挙されているわけではない。以下に列挙された機能の多くは、画像の部分を選択する方法を前提としており、選択した部分だけに修正を施す。画像編集ソフトウェアは選択の方法を複数。 備えていることが多い。マーキーツール、投げ縄ツール、ベクトル画像方式に基づくペンツールなどがある。また、より高度な選択方法として、輪郭検出、マスキング、アルファ合成、色やチャンネルの選択的抜き出しなどがある。また、レイヤーも画像編集ソフトウェアで一般的な機能である。画像が一部に貼り付いた透明なシートを複数重ねたようなもので。 各シートは個別に編集できる。これにより、他に影響を与えないで一部分だけを編集することが容易となる。画像編集ソフトウェアは画像を拡大、縮小できる。高解像度のカメラは非常に大きな画像を撮影するが、インターネット上でその画像を使う場合、縮小することが多い。拡大、縮小では、再標本化と呼ばれる数学的手法で、 各ピクセルの値を計算することで行われる。切り取りは元の画像の一部を矩形に切り抜いて他の部分を捨てる機能である。これにより画像内の必要な部分だけを抜き出し不要な部分を除去する。切り取りでは画像の解像度は変化しない。切り取った部分を拡大する場合元の画像が高解像度である方が好ましい結果が得られる。以下の例では 画像1、画像2、画像3、画像4、画像5をパノラマ作成用ソフトウェアで合成し、不要部分をトリミングしてパノラマを作成している。魚眼レンズで撮った複数の写真で作成できたパノラマ写真画像を任意の方向に傾斜させることができる。もともと傾斜した状態での撮影写真や創作者の意図により描かれた絵画、 CG などを新正面イメージに補正させると、主に3次元コンピュータグラフィックスのテクスチャマッピング画像データ素材の作成に用いられる。画像編集ソフトウェアによっては、画像のヒストグラムを使って編集することができる。この場合のヒストグラムは、画像内の軌道ごとのピクセル数をプロットしたものである。例えば、ヒストグラム上で画像の明るさやコントラストを調整するといった使い方をする。 画像のノイズは被写体の明るさが足りない場合や感度を高くしすぎた場合に発生する。画像編集ソフトウェアはこれを除去するアルゴリズムを備えている。逆に画像に古めかしい雰囲気を与えるためにノイズを追加する場合もある。多くの画像編集ソフトウェアは不要な要素を取り除く機能を備えている。不要なものを取り除くことで画面の構成が良くなる。場合によっては 色を選択的に変更する機能を持つものもある。領域を設定し、指定した範囲の色を選択的に変更する。オリジナルは左端に種類のグラデーション画像の回転の例画像の回転は90度単位の場合もあるが一般に任意の角度に回転させることができる。胸像を作ることもでき、左右に反転させたり上下を反転させることもできる。 二つの写真をマージした、例複数の画像をマージして一つの画像ファイルにすることもできる。どうマージするかはユーザーが制御可能。ここに示した例は、もともと別々に撮影された写真である。スライシングとは、ウェブページで画像の個々の部分にリンクを設定するなどの、機能を付与する際に使われる機能である。画像を分割して、ラベルを付けて、全体とは分離して格納する。 画像の部分的なアニメーション化などが可能。写真に特殊効果を施した、例特殊効果付きの写真画像編集ソフトウェアには、様々な特殊な効果を施す機能がある。画像を斜めにしたり歪めたり、アート的効果を与えたり、テクスチャ効果を与えたりといった機能である。カラーから、グレースケールへの色深度変更の例画像の、色深度を変更することもできる。通常、 フルカラー画像を確実に表示できる色数や、グレースケールになるよう、色深度を小さくする編集を施す。レンズを通して撮影された画像には、樽型歪み、糸巻型歪みなどがあり、魚眼レンズで撮影した画像に、それが顕著に現れている。これらの歪みを矯正するソフトウェアもある。一般に歪みは微妙であるが、強制によって見た目が改善される場合もある。 元の画像を切り取りした上で、コントラストと明るさを調整した画像コントラストと明るさの調整は画像編集の基本であり、これによって認めが改善される画像は多い。最近では明るさが指定した敷値以下のピクセルだけを明るくしたりでき、好ましくない影の部分だけを明るくしたりできる。シャープネスとは画質の硬さであり、 画像編集ソフトウェアではこれを修正することもできる。例えば、人物写真は画質をソフトにすることで見た目が改善されることもある。シャープネスを強化する方法として輪郭強調があるが、結果が不自然になることもある。色補正された写真。3秒ごとに補正前と補正後を示している。画像の色は様々な方法で修正できる。 色を段階的に変化させたり、色調を変えたり、色のバランスを改善したりする。室内で中高用フィルムで撮影した画像や、色温度の設定を間違って撮影した画像では、色補正が必要となる。デジタル画像を印刷する場合、画質と印刷サイズの関係を知っておく必要がある。画像ファイルには印刷される、際のピクセル密度が設定されており、 画像編集ソフトウェアで設定を変更可能である。印刷サイズは、ピクセル数と印刷時のピクセル密度で決定され、逆に印刷サイズを決定すれば、ピクセル密度が決定される。したがって、無理に拡大印刷しようとすると、ピクセル密度が低くなり、画質が低下する。例えば、1600、1200ピクセルの画像を 200P で印刷すると86インチになる。 同じ画像を 400p で印刷すれば43インチとなる。どちらの印刷物も,のも同じデータを含んでいるため小さく印刷された方が画質が良い。もちろん印刷時の画質はプリンターの性能にも左右される。ありがとうございます。